トータル的に見てやっぱり鉄のこの良さでこのシェルを作りました。いろいろ素材を取り扱った中でやっぱりこういう鉄を選んだっていう理由が分かりました。今日はですね、ワーケーションスタイルさんの本社および出島ベースという RV パークが併設された場所に来てます。今回はですね、ワーケーションスタイルの3台の車を紹介しますので最後まで見てもらいたいと思います。ワーケーションスタイルのお二人に自己紹介してもらいたいと思います。製造担当しております石川です。よろしくお願いします。石川さん、よろしくお願いします。お願いします。製造以外の諸々を担当しております近藤と申します。よろしくお願いします。はい、近藤さん、よろしくお願いします。じゃあそれではですね、早速3台見させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、早速ですね、ワーケーションスタイルさんの車を3台ちょっと見させていただきたいんですけど、以前ご紹介して結構ですね、僕の動画でもご好評いただいている寿司スタイル竹、こちらですね、前回外とかいろいろ概要はですね、お知らせできたんですけど、中の方がですね、あんまりご紹介できてなかったので、まずはですね、寿司スタイル竹の中の様子、これを見させていただきたいと思います。はい、早速ですね、こんな感じでオープンになってるんですけど、こちらのね、車はこうやってワイドになってるんですよね。普通の軽自動車のこの軽トラなんですけど、こちらの横幅よりですね、さらにこうワイドになっているのがこちらの竹の特徴となっています。そしてですね、こんな感じでね、後ろが跳ね上げられて、雨の日とかでもこうやって乗り降りする時とか荷物を取り出す時にもすごく役立ってくれる、この跳ね上げ式のね、後ろの開口部、これがすごくね大きいんですよね。そしてですね、中も行きたいんですけど、やっぱりね、外せないのがこの横のね、大きな窓ですね。こちらもですね、本当に特徴的だなと思っています。それでは早速ですね、中を見させていただきたいと思います。外の感じとかですね、前回僕が上げている動画を見ていただきたいと思いますが、もう中はですね、こんな感じですね。2段ベッドができるような仕様なんですけど、前回はですね、このベッドが確かもっと上にあったんですけどね、今回はですね、これちょっと変えてあってベッドが下がった感じになってますね。これは多分ですね、こうやって寿司スタイル竹のもう特徴である三角屋根を上げなくても就寝できるっていう形になってますね。これはね、僕的には結構嬉しいんですよね。寝るときに毎回こう屋根を上げるかって言ったらそうでもないと思うんですよね。それでですね、こうやって快適に寝れるぐらいのベッドの高さっていうのはかなりですね、僕は嬉しい改良点だと思います。もちろんですね、こちらのベッドっていうのは、オーダーできるので、この高さを変えたりとかですね、もしくはベッドいらないよって方は、ベッドなしっていうこともできるそうです。でこういうふうにベッドがあるとですね、下にこうやって電子レンジがあったりとか、これがポータブル冷蔵庫ですね、あとはこういう椅子を置いたりとか、奥にはですね、大きなバッテリーですね。こちらもこうやって綺麗に収納できるっていうのはいいですよね。なのでベッドもあって、その下を収納にするっていうことで、結構広いシェルではあるんですが、さらにスペースを有効活用できるっていう点では、この辺のね、オプションになるんですけど、つけておくといいかなと思うものですね。そしてね、こうやって正面を見るともう存在感がすごく大きいんですけど、今日も35度ぐらいの真夏日でかなり暑いんですけど、そんな時にね、大活躍してくれるのがこの前にある大型のエアコンですね。これがあるとですね、本当に真夏でもかなり快適に過ごせるんじゃないかなと思ってます。実際にですね、現在この車内の温度なんですけど、エアコンはついてなくて、35度とか示してますが、こちら鉄のフレームなので、ちょっとそのね、鉄のフレームの熱さっていうのが、伝わって、こんな温度になってると思うんですけど、体感的にはですね、こんな35度もないかなっていうところですね。はい。なんでね、このシェルの中が涼しく感じるかっていうと、まずはね、この大きな開口部がこうやってね、あるんですよね。もちろん後ろにもこうやって開口するので、さすがにですね、道の駅とかでこんな感じの開放はできないんですけど、キャンプ場とか行けばね、このぐらいのフル開放できるので、夏場でも、こういうふうにね、風通しが良くて、この中で休んだりとかできますね。
そしてこちらの寿司スタイルでかなりね僕が気に入ってる点はこのねマックスファンって言って天井のねファンがあるんですよ。このファンっていうのはやっぱ天井にあるので換気効率がすごくいいんですよね。まあ、さらにねこんなに大型なので本当にね、まあ、飾りじゃない有効活用できるファンがついているっていうことが、まあ、僕はね本当にこれのお気に入りポイントですね。はい、横にはですねこういう有効ボードっていうんですかね、まあ、このタイプはこうやってつけてて、まあ、いろいろこうやって棚とかですね、まあ、こういうふうなものをつけてちょっと武骨でありながらちょっと山小屋にいるみたいな感じで過ごすことができます。これ見てもらってわかりますかね、山小屋にねいるみたいなんですよね。こんな感じでちょっと、まあ、シールみたいな感じではありますけど木目調のね内装が本当にねいいんですよね。でこちらのですねエアコンなんですけどどういう電源なのかちょっと聞いてみましょうか。このエアコンについて聞かせてもらっていいですか。はい、このエアコンはどういうものなんですかね。これはですね、普通の家庭用のエアコンになります。家庭用エアコン、はい、はい、窓にかけるウィンドウエアコンっていうものですね、はい、この能力的にはじゃあほとんど家庭用ってことで、そうですね、1.4キロぐらい確かあったかと思います。はい、電源はどうやって取ってるんですかね。電源はですね一応オプションになるんですけども一番安定して長時間使えるのはやっぱり外部電源。あ、外部電源、はい、ちょっと見えづらいんですけども、はい、この外部電源から裏側にこの外部電源のオプションに対しては、はい、セットで二口のですね家庭用エアコンの口が、家庭用エアコン、ああ、はい、はい、家庭用の AC 電源みたいなんですね。そうですね、で、はい、2口が必ずセットでついてきますので、はい、エアコン使うときには外で電源が取れる場合はここに接続していただくのが一番安定稼働します。はい、RV パークだったりとかあとはまあキャンプ場の電源サイトならもう心置きなく使えるって感じですか。そうですね、はい、でもう一つは今は比較的安価に大容量のポータブル電源がありますので、はい、電源が取れない場所の時は、まあ、ポータブル電源 2000W クラスがあれば、まあ、数時間は使えるんじゃないかなと思います、はい、あのぐらいの容量があれば数時間いけるってことですね、はい、キャンプだったら外で過ごして、まあ、本当に暑い時間、まあ、数時間だったらこの中で仮眠とかすることもできるしっていう感じですかね。そうですね、まあ、外で過ごしていただいて、はい、こう、まあ、日が暮れて寝る前とか、はいはい、お休みに合わせて数時間使ってっていう、まあ、タイマーとか、ね、タイマーもついてるから、はい、その辺はタイマーを有効利用して、はい、まあ、寝る前と起きる時につくような感じでセットするっていう。そうですね、そういった使い方もありかなとは思います。ありがとうございます。なかなかねこういうシェルで本当に家庭用のエアコン ついてるっていうのがね驚きなんですけど、まあ、こういうね使い方ができるっていうことで、まあ、外部電源がねこういうふうにあるんで外からこう AC 電源っていうんですかね普通の家庭用電源をここに挿して使えるっていうことですね。もちろんこの形状がこういう感じなので専用のコードがあるってことですよね。そうですね、はい、外部電源のオプションで選んでいただくとこの専用のケーブルと あ、はいはい、あとは室内側の2口の家庭用のコンセントがついてきます、はい、この辺こう外れないようにこういう風なロックがついてるタイプなんですね。これは最近ですね、はい、もうこのまま刺すだけ、あ、簡単ですね。刺すのは簡単 で、はい、で外すのをプッシュで外せるので、これなら安心ですね、はい、簡単です。ありがとうございます。あ、こんな感じでね、まあ、快適装備も兼ね備えつつ武骨な感じのシェルなんですけど、実はねこの武骨さがこう出てるっていうのは鉄のフレームだからっていうところもあるみたいで、確かに僕は前回見た時にはそこまでね気にしなかったんですけど、このシェルを作ってる石川さんにね鉄の話を聞いて、あ、なるほどって思ったんですね。その辺をちょっと鉄のフレームでこのシェルを作って、なんでこう152キロっていう軽量な作りにできるのかっていうのはちょっと教えてもらっていいですか。まずはですね、鉄っていうイメージですと、はい、やはり皆さん硬いっていうイメージなんですけど、はい、鉄の良いところは振動とかあと揺れに強いっていうそういう人生粘りがあるっていうことなんですね、はい、で、うちの場合ですと、まあ、鉄って重いイメージなんですけども、はい、なるべく細パイプを使って、はい、それで、まあ、しっかり強度を持たせて
で、アルミ複合板っていう軽い素材でパネルを貼って、はい、でそれで軽くて丈夫なシェルにしています。あ、はい、人生っていうのがあって、まあ、粘り強いっていうことですね。東京タワーもスカイツリーも、はい、やはりこう鉄でできてるんで、ね、それはこう揺れに強いとか、あと自動車でしたらやっぱり自動車のフレームとか、はい、そういうのはやっぱり鉄でできてます。あ、まあ、アルミも軽いんですけども、はい、やはり揺れとか振動に強いのはやっぱり鉄には変わらないですね。あ、これ私もう金属もう何十年扱ってますけども、はい、まあ、トータル的に見て鉄は素晴らしいというです。あと武骨さも、はい、鉄の場合は引き立たせるので、はい、まあ、鉄を採用してます。そういうことなんですね、はい、まあ、いろいろ素材を取り扱った中でやっぱりこういう鉄を選んだっていう理由が分かりました、はいはいはい、決して鉄しかできないわけじゃない。うちもアルミはもう専門でやってますけども、はい、まあ、いろんな金属、ステンレスもそうですけども、はい、まあ、金属の中で一番こういったシェル動くもの、もしくはこう、なんていうか雑に扱ってももう耐えられるというこの丈夫さ、はい、まあ、しないで軽く作るのはやっぱりこう苦労したんですけども、はい、まあ、トータル的に見てやっぱり鉄のこの良さで、うん、はい、このシェルを作りました。あ、確かに車って常にこう揺れたり、はい、 そうね、そういうものですもんね。固定して置いてある分にあれなんですけども、はい、やっぱり常に揺られたり振動したり、はいはい、過酷な条件でも耐えられるということで鉄を使ってます、はい、ありがとうございます。先ほどですねこの話を聞いて本当に僕もなるほどと思って、まあ、もちろんそういうね専門的ではないんですけど、まあ、実際にこうやって見ると鉄の良さっていうのが出てるなと思って、特にねこういうところを見ると本当にね薄いんですよね。この薄い板でこれだけのね強度を持てるっていうのは多分その先ほど石川さんが言ったように鉄ならではなんじゃないかなと思ってます。本当にねすごく、まあ、こういうのもね鉄でできてますけど、なんか先ほどもちょっと石川さんとかと話してたんですけど、まあ、アルミはアルミの良さとかもあるんですけど、鉄っていうのは本当にこう飽きが来ないっていう意味ではやっぱりこういうねアイアンのこういうものとか、まあ、そういうのもやっぱり装飾品に使われてるだけあって、まあ、何十年あってもねやっぱり飽きないようなね素材だと思うんですよね、まあ、そこがね本当にこの寿司スタイルに使われてる部材として選ばれたってことですね。はい、ちょっとねそれ聞いて僕はねこのシェルの見方がちょっとまた変わって、まあ、さらに本当に魅力的なシェルだなって感じました。本当にねこういうところがすごく細かくね作ってあってしっかりねやっぱりプロの仕事をされてるんだなと思って、まあ素人ながらにですね感じるところはありますね。こういうサイドの窓とか下の扉とかね、そういうところは前回の動画で使い勝手とかをご紹介しているので、まあ、そのあたりはですね前回の動画を見ていただきたいと思います。それではせっかくなんで、まあ、この上げるところをもう一回ちょっと見させてもらおうかなと思いますので、よろしいですか、ちょっと上げていただいてよろしいですか。こちらはですね屋根がね上がるんですよ、まあ、横にねこうあるんですけど、まあ、こんな感じで屋根になるんですけど、まあ、前回の動画もご紹介したんですけど、まあ、どんだけねこの屋根を上げるのに簡単かっていうのを実演してもらいたいと思います。今もパッとこうやって閉めたんですけど、まあ、これからですねお願いします。はい、はい、じゃあの前後のロックは外してあるという前提で、はい、もう内側からですねこうグッと押していただくと開いて、はい、あとはもう途中までダンパーで回っていきます。で最後噛み合わせるのが必要なので最後だけガチッと組んでいただいて、はいはい、前後の三角の屋根をロックピンで固定していただいて、はい、まあ、これでもう外観は完成で、このバーですね、はい、で今回はあのロフトがあるのでここの脱転落防止バーを含めてるんですけども、まあ、ない場合は前方向にロックするものがございますので、はい、決めていただいて完成じゃん、はい、まあ、これでこの空間が出来上がります。いやすごい、あの力いらずにこうスーッと上がったのは何でですか。そうですね、やっぱりダンパーを適切なこう圧のものをチョイスしているのでですね、うん、はい、はい、ある程度こう持ち上げてしまえばそこから自動でダンパー圧で上がっていくっていう形ですね。あ、はい、ダンパーがあるとこう女性とかでもね、まあ、女性って言ったらちょっと偏見になっちゃうけど、まあ、力のない方でも、まあ、簡単にこう上げれるってことですね。おー、ここがねバーになって
本当にね、よく考えられてるなと思います。最後、そうですね、まあ、より開放的なっていう部分ですと、前のロックを3カチ外していただいて、はい、ここも押すだけでですね、途中まで押せば、あとはもうダンパーが勝手に上げてくれますので、おー、はい、スーッと上がるのが気持ちいいですね。そうですね、はい、もう力いらずと言いますか、手前のやつですね、はい、ここにね、両サイドにこうやってダンパーがあるので、まあ、これがね、いい仕事をしてるんですよね。ちょっとこの状態で入らせてもらっていいですか？はい、どうぞ。実は前回ね、こうやって中にあんまり入らなかったので、おー、すごい。あ、本当に頭上にこんなね、もうクリアランスができてて、先ほど聞いたら、この一番高いところでやっぱ2メーターぐらいあるらしいんですよね。もちろんこうやって三角屋根なので傾斜になっているので、横になればこう低くなっていくんですけど、まあ、それでもね、ここで終わっちゃってる高さがこういうふうにね伸びるっていうのはすごくね開放的ですし、ここね登って外を見たら最高ですよね。めちゃくちゃ開放感あります。ちょっとベッドの上乗らせてもらいます。ベッドも前回の高さだとちょっとよっこらしょって感じでしたけど、今回はだいぶね、少しまたぐ感じで行けば、スッと登れて、こんな感じでね、景色が見れるんですよね。すごい。そして、ここにもね、窓があったりとか、あと逆側にもこうやってね、窓があるんですよね。すごく明るいですね。こうやって、天窓っていうんですかね、まあ、トップライトがあって、すごくいいですね。おー、あー、すごい。あと網戸がつくんでしたっけ？そうですね。はい。はい。そこの、この部分にですね、はい、この面に対して網戸がつくんですね。はい。あとで、はい。隣の方でやっておりますので。あとで網戸はね、隣の方でちょっとやりたいと思うんですけど、はい、ここにですね、こうテープがあって、まあ、これに合うですね、網戸があるので、ここに網戸をつけることで、開放的でありながら虫の侵入を防げるってことですね。いや本当にね、細かいことがすごく実現されてるっていうのは、本当にね、実際にこれで使って車中泊してるからこそですよね、この視点っていうのは。いや本当に素晴らしいですね。いやね、ファンもね、こうやって天井を上げると斜めにつくんですよね。斜めにね、こんな感じで。いやすごいな。はい、寿司スタイル、本当にね、何度見てもかっこいいな、プラス居住性もいいなっていう感じで、もう使い勝手抜群なんじゃないですかね、これは。まあ、以前ですね、ケンキャンさんとか、あと旅暮らしさんがね、実際にこれで車中泊してみたっていうね、動画があるので、まあ、そちらを見ていただければ、車中泊の様子とか、あとこちらのね、軽トラックの、まあ、乗り心地とかもね、結構ちゃんとあのレビューしてるので、まあ、その辺見ていただけると、ちょっと軽トラどうなのっていう人は、まあ、そのね動画で結構ね、まあ、軽トラ全然いいんじゃないかなって思えると思います。はい、 いや素晴らしいですね、このね武骨スタイル、本当にマジでかっこいいっす。はい、次はですね、寿司スタイル梅ですね。こちらの寿司スタイル梅は1990年以降に発売された新規格のトラックだったら乗せれるってことですね。なので軽トラックはまあいろいろね、あのメーカーがありますけど、お手持ちのね軽トラックがあったら、まあ、これは乗せれるってことですね。実際に見てみましょう。こちらもですね、こういうふうに三角屋根になっていて、竹と同じような感じですね。ちょっと一回外観見てみましょうか。外観の特徴としては、この軽トラックの煽りを生かしたシェルになっていまして、寿司スタイル竹の方は、この煽りを取ってですね、下までこうやってここまでワイドになっていて、さらにですね、後ろが 10%、こういうふうに突き出てる感じですね。寿司スタイル竹の方は、ハイゼットジャンボなんで、もともとですね、荷台が短いということもあって、こんだけね、後ろに出すことでさらに居住スペースを保っているんですけど、梅の方は荷台がそもそも結構長いので、まあ、現在はですね、ここまでこう伸ばさなくても室内はかなり広くなっているっていうことですね。あとはですね、こうざっと見てみると、横の開口部は竹と
同様ですね、かなり大きな開口部があって、ここに網戸があります。網戸は竹と一緒でこういうふうにスライド式になっているので、ご自宅のね網戸みたいに簡単に開閉ができるんですよね。これはねかなり使い勝手がいいんじゃないですか。軽トラックの方なんですけど、こんな感じでね、普通の軽トラックですね。ハイゼットジャンボの方は運転席の後ろがちょっと荷物乗せれるぐらいに広くなってるんですけど、こちらの軽トラックは、まあ、普通にですねこうリクライニングできないぐらい後ろが狭まったものになっています。オーソドックスな軽トラックを知ってる方はこの辺りはですねイメージできると思います。車両の左側ですね、まあ、こちらにも開口部があって、まあ、ここはですねはめ殺しのこう窓になってますけど、オプションでですねこう開く窓にもできるっていうことで、注文時にご相談すればこの辺は交換できるみたいですね。あと外部電源ですね、外部電源は外こんな感じでね同じタイプのものがあります。開けてみましょうか。はい、こんな感じでね2ピンのものですね、まあ、先ほど竹で見た専用のコードが同じものがつくと思うんですけど、それでよろしいですか。このアナウンスで大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあ中ね入ってみます。このねまず後ろ煽りがこんな感じなので、竹みたいにですねこういうステップはついてないんですよね。なので乗り降りしやすくするためには、まあ、こういう台を置くのもいいですし、まあ、全然ね普通にまたがっていけるよって方はそのままこのステップなしでもまたがっていけるぐらいの高さではあります。こちらの床はですね、まあ、クッションフロアが敷いてありますね、まあ、この下にですね、まあ、合板みたいなこう木材が敷いてあって、まあ、実はですねなんか軽量化をするためにあえてですねここの下をですね、まあ、しっかりこう作らないで不快にならない程度の快適なねフロアをこうやって敷くことによって軽量化してるということです。はい、それでは早速ですね中を見たいんですけど、このタイプだとこうやってねベッドがこういうふうに設置されてます。これを見てもらうと分かるんですけど、まあ、こちらのねこの下までこうワイドじゃなくてもこの上の方はこうやってね横幅が広くなっているので、ベッドを設置した状態で見てもらうと十分にですねここの真ん中の通路が確保されていますよね。でベッドのこの横幅はですねキャンピングマットみたいのがこう敷いてある感じなんですけど、このマットはですねご自分で用意してもいいと思うんですけど、このベッドっていうのは横幅はどのぐらいなんですか。ベッド自体は400ちょっとしかないです、はい、ただこのここまでシェルが作られて、これと面にベッドがあるので、はい、実際600ぐらいになりますね。150ぐらい、あ、はい、450も150ぐらいですね。600ぐらい、はいはい、ベッド自体は45センチの幅だけど、まあ、横のねここの高さが、まあ、一緒なので合計したら60センチぐらいの幅があるということで、まあ、十分に寝れるね横幅になってますね。あ、これ見やすいですね。ありがとうございます。こんな感じでね、まあ、この辺もやっぱり自社で作れるっていうねこのメリットですよね。こう細かいものだったら、ああ細かいものも手をこうね入れて出せると。あ、はいはいはい、確かにこの辺のね使い勝手もいいですね、はい、これすごい軽くベッド自体を、はい、おお軽そう、本当ですね。これは取り外して、はい、まあ、片方自転車乗せたり、はい、そういうのもできます、ね、ああそうですね、まあ、現在はこうやって両サイドにベッドがあるけど、もちろんベッドなしでもいいですし、片方ベッドを取り払って、まあ、荷物を乗せるっていうこともできるらしいです。まあ、この辺のね自分で中を作り込んでいけるっていうのもこのシェルのいいところですね。そうですね。あと実際注文を受けて作ったんですけども、はい、この間納品させてもらったんですけども、はい、軽トラックのこの煽りがある軽トレーラーなんですけど、はいはい、そのタイプもこれ乗ります。おお、なんかいろいろなスタイルにやっぱ使えるっていうことですね。実際には竹が一番長いところで奥行きが 1901.9m ぐらいって聞いてますけど、こちらだとどのぐらいですか。一緒です。あ、同じ奥行きは一緒です。1970m ですね、はい、あ、1970m、197cmあるっていうことですね、はい、十分にですねこういう奥行き方向で寝ることができるってことですね。このベッド長さがだいたい1900
ぐらいですね。1900ぐらい。はい。ああ。190センチ。190センチですね、はい。ほぼ作りは一緒なんですけど、こちらの梅の方が先に作られたモデルってことですよね。だんだんね、いろんなこうトラックにね、はい、乗せれるようなバージョンを作ってくれてるっていうことで。はい、そうなんですよ。あの、この寿司スタイルは、はい、松茸、梅ってありまして、はい、これが梅。隣が竹。はい。で、松は今ないんですけど、はい、プラス30センチ。内寸2200。2200? はい。はあ。防火板になります。30センチもさらに後ろに伸びるってことですよね。はいはい、ここから切り斜めに切り上がって30センチ。この場合もこの煽りがなくて、はい、竹のような、はい、もっとロングに。あ、これが30センチスライドして長くなったと思っていただければ。おお、すごいですね。この竹でも、竹とこれ、ね、梅で 1.9 メーター奥行きあるけど、さらに30センチ長くなって2.2 メーターのものができる。それはあのジャンボには乗らないです、はい、スタンダードの普通の軽トラに乗るバージョンが松。はい、松も本当にちょっと良さそうですね。そうですね、はい、十分すぎるほど広いと思いますね、はい、すでになんかあの軽トラックを持っていて、まあ、こういうシェルが欲しいって方はさらにね、広いこうシェルを買うことができるっていう感じですかね、はい、はい、いいですね。やっぱジャンボって結構まあ買おうと思うと価格が高かったりするけど、ね、あの農道のレクサスっていうぐらい高級になっちゃってますね。そうですね、はい、現在プッシュスタートとかになって本当快適装備も充実してるジャンボですけど、はい、まあその分価格も高いけど、こういうふうに軽トラだったら中古も含めたら結構求めやすい価格で出てたりとかするんで、はい、その辺はシェルにかけるお金も少しかけれるようになるかなっていうのもありますよね。はい、奥行きが 2.2 メーター、はい、幅が 1.7 メーター、はい、高さが2メーター。まあこんだけ贅沢な空間が寿司スタイルの場合は可能です。はい、寿司スタイル最強みたいな感じですよね。あと言って走りは、はい、あの低くポップアップし、はい、閉じてるんで、はい、走りは、横揺れたか横風に、はい、影響は少ないので、はい、重量も軽いので、はいはい、もう走っててかったるいっていうことはないと思います。あ、そうですよね、はい。まあ、軽トラックの場合こう積載重量っていうのが決まってて350キロですけど、はい、竹ですと152キロですよね、はい。まあ、大体あの梅だともう少し軽い感じなんですか。そうですね、これ110キロです、はい、110キロということ で、はい、でこれを最初に作って、はい、3ヶ月ぐらい走行テストしました、はい、でどういうところ走行してしたかっていうダートですね。ダート河川敷の、はい、デコボコ道を砂利道をかかって走ってどんだけ振動に耐えられるか、はい、それを3ヶ月間やりましたね。すごいですね。3ヶ月間ダートで走行してすごいですね、はい、試験をやってる車の中意地悪な走行をしっかりしてましたけど、いじめに抜いて、いじめに抜いて、はい、すごいですね。もう間違いないですね、はい、どこでも行けますね。はい、最近の軽トラック本当にまあちょっとねスピードは出ないですけど、高速道路乗っても、はい、まあ、ゆっくりなら問題なくね、はい、走行できますしね。そうですね、はい、坂道もぐるぐる登ります、はい、高さでして何よりも燃費もまあそこそこいいですし、維持費が安いですもんね。そうですね、はい、で軽トラックって、空荷だとちょっとぴょんぴょん跳ねるんですけども、はい、このぐらいの重さでちょうど安定するというか、そこはするというか、はい、そうですね、働く車なんで荷物を乗せた前提で設計されてるっていう感じですよね。そうですね、はいはい、であんまりにも重いとやはりちょっと、ね、あの、はい、燃費とかそういう走りが悪いんですけど、はい、これはもう軽いですけど、ね、ちょうどいい。確かに、はい、米袋4つぐらいですか軽いですねすごいですね。いや見た目実際僕見ちゃうと、いやこれ重そうだなって思っちゃったんですけどね、実際軽いんですよね。重そうに見せてるんですけど実は軽いっていう、はい、このね武骨な感じを見せときつつ実は軽いんだよっていうね、ものですね。はい、そしてもちろんあの後部のね視界がいいように運転席からシェルにつながるあそこの窓ですね、ここは透明になっていて、あと先ほどね聞いてなるほどと思ったのはこのねサイドのこの窓ですね、まあ、これはやっぱ明かり取りっていう意味でもあるけど、運転席からですね、左の後方も目視できるような位置についてるということで、
まあ、確かに安全性もちゃんと考えられた構造になっていると思いました。はい、本当にね、やっぱりすごく考えられ抜いて作られたっていうかね、まあ、そんなものでちょっとびっくりしてるんですけどね、やっぱりプロですよね。そしてですね、先ほど竹の方でこのね三角屋根のところに網戸がつくよってお話ししたんですけど、まあ、現在ねこれ分かりますかね、網戸がついてるんですよね、こうやって網戸。はい、これでね全部の開口部のこう端から端までしっかり覆われているので、この辺はねもう虫の入る隙がないってところですね。はい、これでね虫嫌いの方も安心して過ごせるんじゃないかなと思ってます。いやーすごい完璧ですね、もう隙がないですね。はい、現在中はねこんな感じのシンプルでいて使い勝手のいいような配置になっていますね。実はこちらの車レンタカーとしても稼働しているそうで、カーステイというねサービスを使って借りれるそうです。価格はですね現在ワーケーションスタイルさんの設定では8,800円プラスカーステイさんの利用料みたいのがかかるみたいなので、もう少しかかるかもしれないんですけど、24時間借りても1万円ぐらいで借りれるってことですね。実際にですねこちらの方を借りて旅をする方がいるみたいで、快適に過ごせたよみたいなね、そういうお声もあるみたいなので、まあ、気になった方ですね、まあ、カーステイさんを通じてこちらの寿司スタイル梅借りてみてもいいんじゃないかなと思います。こんな感じでね本当にめっちゃ気になる1台でしたけど、実際にこの梅もね見れて本当に嬉しいですね。こんな感じでね収納スペースもあります。こちらはレンタカーでも使えるっていうことを言ったんですけど、まあ、装備もですね充実していまして、ここにね大きなポータブル電源がありますね。 IH クッキングヒーターとかポータブル冷蔵庫、電子レンジ、まあ、こういうものも付属しているので、まあ、快適に過ごせると思います。まあ、こんなね大きな家電とかもですねこのベッドの下に収納すればこんな感じでねすっきり過ごせるっていうのも魅力の一つだと思います。脱着方法を教えてください。まずあのこの、ジャッキベースを置きまして、はい、簡単に説明しますと、はい、まあ、ここにボルト2つあるんですけど、ここにボルトが2つある、はいはい、これにこう取り付けてもらうですね。これボルト外して、はい、でこれをこうつける感じですね。これを四隅に各1つずつつけていただいて、はい、四隅、はい、あとはこのこういうヘッドラックとチェル止まってるところを外して、はいはい、でこれをこう上げていく感じですね。あ、くるくる回すと上がるんですか。そうです。あ、そうするとこれがチェルが浮きますから、はい、で軽トラックを前に出して、はい、そうするとこの足4本でこのチェルが立ってるという、はい、そういうことですか。はい、じゃあ4箇所このジャッキをかませて上げて軽トラを前に進めると、うん、このシェルだけがその場所にも留まるっていう。今1本ですけど、はい、4本同じことやっているだけで、このジャッキで上げた状態で何日間か放置っていうのはできるんですか。できる、はい、あ、じゃあ車検中は安心してこれを外して置いといたりとか、まあ、車検のみならず軽トラとしてまあ、働かせたいって時は、ね、まあ、このシェルを取り外して普通に荷物を乗せる軽トラとして使えると、はいはい、そうです。これは梅も竹も一緒、はい、一緒、まあ、またもこれも一緒ですね、はい、全部共通して、はい、そうですね。こういうタイプのねシェルのことを知らない方にちょっと説明するんですけど、あくまでもこういうふうに、取り外しできるキャンピングカーシェルは荷物として取り扱われるんですよね。そうです、そうです。だから、まあ、こういうふうに横幅とかを広くしても普通車の枠にならずに軽自動車として維持できるというメリットがありますね。まあ、普通軽トラックにこう8ナンバーとかにしてこうやっちゃうともう軽トラックじゃなくて普通車の扱いになってしまうので、まあ、もちろん維持費とか高速代金とかありますけど、まあ、これだったらもう荷物なので、はい、もうこのまま、ね、高速道路乗っても軽自動車の金額で乗れて、はいはい、あ、もうこの辺はね本当に維持費という メリットもありますよね、
で、フォークリフトとか、はい、あとクレーンとかで釣り上げなくても、はい、この専用の脱着工具が、はい、あの標準で付いてますので、じゃあこれ別途買わなくても標準で付属すると、はい、ああこれはねちょっとこの辺の疑問とか多分お持ちの方いらっしゃったと思うので、はい、この辺を説明してもらったのは本当に助かりました。そうですね、ありがとうございます。まあ、1人でも作業できますし、はい、2人ではもうちょっと早い。ああこう手で上がっちゃうもんなんですか。上がります、上がります。上がるんだ。ああすごい、ありがとうございます。はい、この辺でちょっとねだんだんこうこれ気になってるけど実際どうなんだって方にはね、だんだんこの不安じゃないけどそういうのが解消されて、まあ、本気でこれ欲しいなって思う方も出てくるんじゃないかなと思いましたね。ということでこのね竹と梅の方は見たんですけど、実はですねもう一台気になる車がありまして、僕初めて見たんですけどねめちゃくちゃかっこいいんですよ。じゃあちょっとご紹介しましょうかね。その気になる車ですけど、こちらの車ですね、忍者トッパーというそうです。トッパーですね。いかにもこうミニタリー色の強いカラーになってるんですけど、まあ、それをねさらにねこのトッパーさんがすごいんですよね。こんな感じでね、まあ、エステルハンプっていうとてもね強い素材でできたホロなんですよね。強いって言っても10年20年は持たないらしいんですけど、まあ、5年とかそのあたりは持つらしくて、まあ、切れたりするのも本当にねしないっていうものらしいんですよね。こういうものはあるんですけど、まあ、僕のね気になっちゃったのはここですね。ここ、これなくないですか。普通こんな感じでね、ここのこれは何でできてるんですか。これは外板はアルミ複合板で、フレームは鉄です。鉄のフレームにアルミの複合板を貼ってあるもので、こんなね形状のものは僕初めて見てめちゃくちゃかっこいいなと思って、はい、見させてもらったんですけど、こういうものがあります。これはね他のシェルよりも低価格なんですけど、これにね突き刺さる人いるんじゃないかなと思ってます。こんな感じでね、軽トラックにつけるものなんですけど、これ大体のね、軽トラックにも使えるらしいです。やっぱりジャンボはもうすでにね、荷台が短くなってるので、適合しないらしいんですけど、まあ、このね、新しい規格の1990年以降の軽トラックにはほとんど使えるそうです。これを簡単にね、こうやってゴムで止めてあって、こうパッと取ると、ここが開くんですけど、ここがですね、しっかりこう、ロックされてるんですよね。でロックを取るとここがこんな感じで開いて、あ、ありがとうございます。これ開くと、はい、こんな感じのね鉄のフレームが出てくるんですよね。でしっかりした鉄のフレームの上にこのホロが乗ってるっていう感じですね。そしてですねこういうふうに透明のね窓がついているので、うん、これちょっと中使ったら熱いんじゃないのって思う方もいると思うんですけど、実際熱いらしいです。なのでこの辺の透明にしないバージョンとかもできるそうですね。軽トラックとして普段使いたい、そして、まあ、荷物も雨に濡らさないで置いときたいとか、まあちょっと夏場は難しいですけど秋とか、まあ、冬にですね、まあ、この中で寝たいって方にはこういうものもあるんだよってことをね知ってもらいたいなと思いました。これ価格なんですけどおいくらでしたっけ。約40万円弱ですね。はい、約40万円です。約40万円ですよ。はい、まあ、ちょっと高いかなって思う方もいれば、いやこれありなんじゃないって方もいると思うんですけど、まあ、この辺のねオリジナリティがねすごいですしね、まあ、この辺りのホロも、こちらはどちらで製造してもらってるんでしたっけ。長野県の飯田市っていうと、あのシートメーカー、シートメーカーで、はいはい、に作ってもらってます。はい、でこれはちょっと製品版と違うんですけど、はい、製品版はもうちょっと改良されてて、はいはい、こういった透明なところも、はい、ジープとか、はい、船舶用に使ってる、はい、丈夫なものを使ってるので耐久性があります。まあ、実際の製品版の方はジープとか船舶で使われているものが使用されている、はい、そうです。あ、その辺はもう間違いないですよ。ジープって聞いちゃったらもう間違いないよねってい う、ね、もう説明いらないでしょっていう風に感じますね、はい、あ、そうですか。それがね40万弱でね買えて、まあ、実際にこちらでキャンプをしたことがあるどうですか。そうですね、
快適性はやっぱり寿司スタイル竹ですけども、はいはい、まあ、こうよりキャンプに近い意味だと、はい、これまさにテント、うんうんうん、で、あの後ろとかサイドにこうリビングを作っていただいてっていう、なんかこうキャンプ場よりも河川敷が似合うっていう、そんな感じのモデルになってると思います。あ、はい、そうですよね。あと実際に使用用途的にはキャンプ以外にはどんな感じで使えます？はい、どちらかというとあのキャンプ用途の方が若干特殊でして、はい、こちらはもうあのデザインに結構振っててですね、はい、そうするとあの職人さんとかがご自身の道具とか、うん、そういったものをこうそれこそあの先ほど出てきたようなこういう窓がないモデルで積んでおいていただいて、はい、でドレスアップとしてですね、はい、こう軽トラをこうよりかっこよくするためにドレスアップとして使っていただいて、はい、かつこうお仕事の現場まで向かうときに道具も安全に乗せておけると、まあ、そちらがメインの形ですね。あ、はい、車中泊もできますよっていうのがおまけみたいな形ですね。はい、実際にこれをねお仕事で使ってる人が、まあ、最近すごくなんかおしゃれな方とかもいらっしゃって、はい、まあ、こういう風な色を塗った職人さんとかもいてかっこいいなるじゃないですか。まさにそんな感じなんですね。まさにそういう用途で使っていただきたいなと思ってます。はい、はい、これはあのフル装備状態なんですけど、はい、あのお仕事でどんな風に使えるかっていう部分で、まあ、ホロ外してみたりバー外してみたりというのをちょっと、はい、やってみたいと思います。お願いします。はい、ね、今もうフルフルなんですけど、もうそこをフックになってちょっと、はい、こういうの雨漏りとか大丈夫なんですか？これもですね、はい、あの耳たぶみたいになっているので、はい、上が引っかかって、はい、下でもガードされているので基本は流れ漏れて、ね、漏れてこないです。あ、はい、そういうことですね。ううす、はいはい、すいません途中ちょっと試作で作ったやつなので、はい、そうですね、もっと改良されてます、はいはい、さらにね製品版はさらにここにもカバーがあるのでより頑丈ですね、はい、あー、おー、まあ、本当は乗ってやればもっと簡単ですもんね、はい、もう乗っちゃえばいいです、ね、はい、はい、こんな形の状態なので、はい、例えばこれついてる状態でもあのそれこそ友人召しちゃったりとかですね。ああ、確かに、はいはい、はい、であの折りたためばコンパクトなので今外に置きましたけども、はい、邪魔にならない、あ、ね、あ、ここに収納できるんですね、はい、まあ、常にあの荷台のどこかに片隅に置いといていただいて、はい、収納していただければあの邪魔にもなりませんし、すごい簡単ですね、はい、こんな形で、コンパクトになっちゃいますので、はい、ほぼあの、2台スペースを邪魔にしないとかと思いますね。もう5分かかんないぐらいで降りてきちゃいますね。はい、はすごい。まあ、大体これで荷物運ばれるときとか、高いものとかはこの状態でやっていただければ、はい、大抵こなせるんじゃないかなと思います。これなんかいいですね。で、あの奥にあるあの布は何ですか？何のためにあるんですか？これですね、前は開口してしまっているので、はい、このままだとあの雨が、入ってしまいます、はい、でこれは今引いてないんですけども、はい、これはあの通常軽トラックですとゴムマットが引かれてますので、あ、はい、この挟んでいただくというか下に入れ込んであげてゴムマットと雨が下も流れてるっていうことですね。はい、よく考えてなのであのこの上にゴムマットとかパネル引いておけば、はい、あの濡れることはない。あ、それがあの濡れたら困る荷物とかもちゃんと置けますっていうことですね。じゃあこの場合はこれあ、ちゃんとそこで固定されてるんですね。あ、もちろんそうですよね。こういう固定方法なんですね。アオリン挟んで、はい、シェル側についてる固定のボルトとタンバックルを使って回せば、はい、回して固定してる、締め付けてる感じですね。あ、これもちょっとあの試作型なので色が違うんですけども、はい、もっと綺麗な色をしています。あ、であの当然あの、ま、窓がありますので同じように、はい、あの後ろも確認できますし、はい、フォローつけた状態でもですね、はいはい、この辺はあの安全に運転してもらうために必要なこう配慮としてできております。はい、そうなんですね、まあ、ここの、ね、窓もそうなんですけどね、運転席から斜め後ろを見た時にこの、ま、窓から視界が確保できるっていうことらしいですね。まあ、この辺の、ね、安全性もしっかり、ね、考慮された作りっていうのは素晴らしいですね。このフォーもですね、さっきあの耐久性のお話が出たんですけども、はい、1枚物になっているので、あのシンプルに、あ、本当だ、はい、劣化してしまった時には、まあ、あの4、5年は使えると思うんですけども、
まるっと一点物で回転を交換することができるようになります、はい、ちょっとさっき5分価格が、はい、安定しないといくらとは言えないんですけども、はい、まあ、数万円、はい、まあ、もう10万円押すようなものじゃなくてもう半額以下、かけても4、5万ぐらいではなんつうのかなるものになる、劣化するものなのでやっぱ交換が絶対必要なものってことで、それがリーズナブルに交換できるっていうのは本当いいですね、はい、例えばこれとかもうだいぶ経ってますよね。経ってます。これ多分2020年ぐらい作ってるので、あ、まあ、4年経ってもまあ使えてる、ね、全然使えてますね、はい、なので十分な耐久力ありますし、はい、逆に軽トラ持ってるところで通常納屋とかがあったりするんだら、はい、とか使わないときは外しておくって、それがもっとフォロワー長持ちするかと思います、はい、付けっぱなしでもそれぐらい持ちますので。そういうことですか。ほぼじゃあ雨ざらしみたいな感じで置かれているんですか。 そうです、はい、あ、それでこれ4年経ってこれ、まあ間はありますけど、あ、まあ、これで大体15キロぐらい。あ、15キロ。製品版はここが分割されてて、はい、220サイズか200サイズで全国発送できますので、はい、あ、全国発送できる、あ、分解できるからそういうサイズでできる、はい、組み立ては簡単ですか。簡単です。あ、自分でもできると、はい、で塗装はこれ自分でじゃあやってくださいって感じなんですか。これは同色にしたので、はいはい、あれですけど、まあ、塗装しないでも、あ、はい、大丈夫、あ、無塗装でもいけるっていう感じ、はい、あれと同じです。黒なんですね。あ、そういうことなんですね、はい、おー、じゃあ全然黒だったらいいですね。そうですね、はい、もうもしカスタムしたいんだったらご自分で好きな色を塗ってくださいってことですね、まあ、そんなにこう複雑な形じゃないから塗るのも難しくはなさそうですね。製品版は黒のシートと黒のハードシェルなんですけど、はい、シートも黒なんですね。一応忍者っぽくしてます、はい、まあ、シートの色は確かに選べますので、はいはい、その辺はうちのホームページで、あ、はい、そうですね、まあ、全てのこの車はホームページから見れますからね、はい、まあ、気になる方は本当にホームページの概要欄に入っておきますのでチェックしてもらえばいいと思います。納期とかもあれですよね、ある程度インスタグラムとか。そうですね、はい、はい、こちらは出荷できるのがもうあります。在庫をちょっと抱えてるので。あ、在庫がある、はいはい、もう在庫があるということで、もうすぐに欲しい方は問い合わせいただければと思っています。ここをつまみでフォローを押さえてましたけど、製品版は内側からも取れるんですよね、はい、外側からだけじゃなくてキャンプで使いたいって方が中で寝て閉めたい時には、まあ、このノブっていうんですか、これが内側にもひねりがねついてて、内側からも取り外しができるということになってますので、その辺もねこのプロトタイプより改良されてるってことですね。そうですね。なかなか思い切ったこのね三角のかっこいい形にするってないですよね。やっぱりこう後ろまでこう大きくしてるのはあるけど、やっぱほんとスタイルがもう独自性があってめちゃくちゃかっこいいですね。いや、ここのデザインがね本当にかっこいいんですよね。あえてここを R にしないでこういうデザインにして、しかも空気抵抗も考えているというね、素晴らしいデザインですよね。こうすることでかっこよさがね増しますよね。あとですね、こちらのリベットでこうやって止まってるんですけど、なんとねこのリベット1台で1000箇所売ってるらしいです。しかもこのリベット打つだけではなくて一本一本にね防水加工をしてるので、まあ、この手間っていうのはね本当想像したらすごいですよね。しかもこうやってね見るとやっぱりまっすぐねこう美しく打たれてるんですよね、まあ、これはですねもちろんリベットで止めることでこういう風に強度とかも保ってるんですけど、まあ、この辺のねリベットがまたデザイン的にちょっと無骨さを出してるっていうのはありますよね、まあ、そういうね本当にこだわりの持った1台ですね。この扉の継ぎ目もですねこうやって防水テープがあるので、こうやってハッチを上げた時もこの間から水が垂れてくることはないそうですね。フレーム状態だったら一人で持てますよね。フレームだけだったらちょっとこのアルミ複合板張らないで、あ、形組んでる状態ですか。あ、全然持てます。フレームだけだったら持てちゃうんですよ。全部組んでても、全部組んでても、あれ、あ、パネル張る前になったら、一人で行くって。軽いですもんね、本当に。めっちゃ軽い、めっちゃ軽いですよね。これがバックドアです。
そうですね、これバッグでもいいです。めちゃくちゃ軽い、 すごい綺麗なんですよね、うん、本当に作りが、はい、曲げがね綺麗ですね。